止血とは、血液の流出を止めることである。本校では、主体として人為的な治療行為を説明するが、血液の流出を止める機能は、動物の多くに備わっている。怪我などで出血してしまった時に、応急処置として、失血を防ぐ目的でされる。特に動脈出血の場合、多量の失血が予想される命にも関わってくるので、一刻も早い止血が要求される。 出血量が多いと、ショック状態を引き起こし予後が悪くなることから、適切な止血はその後の治療をより効果的にするために必要な要素とされている。一般では死死などの場合、古くは止血体などで、不傷箇所の上の方を縛るといったような方法だと思われていたが、この止血法では、長時間の止血で組織が壊死するなど予後が余計に悪くなるため、現在では、 死死切断など重篤な場合を除けば、圧迫止血法が主要な止血方法となっている。動物の体には、簡単な損傷であれば凝固、専用系と呼ばれる機能があり、その流出を血液の凝固作用などによって止め、また血管が損傷箇所で収縮することで、その流出を抑えようとする機能が備わっている。凝固は血小板が刺激によって構造が変化すると、 共に損傷箇所の細胞表面の細胞膜上に細胞接着因子が発現、ここにつなぎ止められる。さらに、凝固因子が血液中の繊維状素材であるフィブリンを凝固させ、いわゆるかさぶたが作られるのである。ただ、こういった動物の体にもともと備わった修復機能には限界があり、毛細血管など抹消の負傷程度では問題がないが、 主要な血管や動脈が傷ついたりするほどの重大な負傷の場合は、その止血能力を超えてしまう。治療としての止血は、こういった止血機能が働く前に止血などで重大なダメージを負わないよう、止血機能を補助することが主な方法である。圧迫止血などでは多少血が滲み出てしまう程度の止血は続くが、 それとて紛失させ続けるよりははるかにショック状態の危険が減り、またその間に体に備わった止血機能が働くのである。なおこの自然に備わった止血機能であるが、損傷もないのに血液が凝固してしまうこともある。これは血栓と呼ばれ別の問題を起こす。その一方で、先天性疾患などには凝固、専用系疾患があり、こちらは 血液の流出を止めようとする機能が弱いかほとんどないために問題を起こす。ビタミン K は血液凝固作用に影響し、この血乏症は出血がなかなか止まらないなどの問題を起こす。しかし、腸内細菌によっても合成されるため、大人は決定的な血乏症を起こしにくいものの、抗成物質の摂取などにより腸内細菌の数を大幅に減らした場合や、 腸内細菌層が未発達な乳幼児などでは、血乏症を起こし血便などの形で問題を起こしやすい。この場合は食品から摂取することも可能である。なお以下に示す方法の多くでは、手当てをする側が負傷者の血液に触れる場合もあるが、血液などの接触を感染経路とする疾病の危険性もあるため、 処置を行う際は、衛生手袋を着用するなどの感染予防の装置が取られるが、応急的には、衛生的なビニール袋でも代用されうる。大昔から傷口を小拠手で焼いたりして、消灼止血法が行われ、特に手足の切断などの大怪我の場合には、古代より中世あたりまで用いられてきた止血法である。場合によっては煮えた油すら利用された。ただし、 熱量の調節が難しい上に実質的に熱で傷で不症化症を広げているだけであるため現在では一般人や救急隊員が行う応急処置としては認められておらず医師が薬剤や電気メスなどの機器を使用して行う手血法である家畜やペットなどに対しては獣医師でなくても一般の牧場などで行われているが衛生的でない環境では 熱症が感染症を引き起こしやすくなるため、その後の十分な治療が必要である。止血体を使用し、血の流れを止める、霊出血の95%は直接圧迫で止血できる。このため、他の方法を覚えることに時間を費やすよりは、直接圧迫だけを覚えた方が効率が良い。心肺蘇生法の基準をまとめた国際ガイドライン2 0 0 5では、 バイスタンダーは直接圧迫以外の止血法を覚える必要はないと明記されている。直接圧迫以外の長時間の止血は細胞のエシを招くため完全に止血するのではなく少しだけは流れるようにする方が良い。止血対法は皮膚の色合いなど状態を見ながら定期的に緩める消灼止血法では専用の器具を利用し効果的な。 範囲にのみ限定されるなど必要な知識と経験を持つ医療従事者以外は事実上実施が極めて困難な方法である。ありがとうございます。